朝コーヒー入れるの楽しいな。めっちゃいい香り。じゃじゃーん。いきなりコーヒーを入れちゃいます。自分で言うの。ストリートピアノとかのいきなりこう連弾が始まるみたいなやつを参考に、はいはい、しました。じゃあそっち何入れてるんですか。これはガテマラのラ・フロレンシア入れてます。ああなるほど。深山さん、ま、私ですか。はい、はい、私はニカラグアのエル・リモンシード。おお、こちらも美味しそう。こっちは浅入りなんですけど、はい、そっちは、こっちは深入りです。なるほど、両極端な、はい、あいい香り。ちょっと濃いめに入れちゃおうかな。朝はやっぱり、はい、コーヒーの香りがいいですね。ね、今日は朝ごはんでも食べましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。これね、今朝、はい、焼きたてのパンだ。おお、今日はこれとコーヒーで朝ごはんを食べながら紹介していきたいと思います。思います。はい、ガテマラフロレンシア、ちょっとコーヒーから私飲んでいきますね。はい、これ R6 番ですか。R5 です。 R5、はい、やっぱこう深い香りがしていいですね。うん、深いけどフルーティー。いただきます。うん、結構深いならではの、うん、なんか濃厚な口当たりもいいですね。癖になります。ではいただきます。うん、やっぱりコーヒーとパンは最高ですね。美味しいです。なんか、バターの塩味と、この深いのほろ苦さがすごいよく合う。パンもサクサクですね。おいしい。さあ、はい、フロレンシア、品種は何なんですかこれ。はい、品種が昔ながらの品種、ブルボン種です。うんうん、もう6代続く伝統ある農園ですからね。うん、昔のブルボン種を大事に育てているんでしょうね。素晴らしい。でフロレンチアの農園主の息子さんはカフェテナンゴに来たことがある、まあ、それぐらいこう伝統のある、はい、農園で、はい、でうちのお店来た時に、あそこの角にある焼き鳥屋さんあるじゃん、鳥中、焼き鳥屋っていうか肉屋さん。あ、肉屋さん、はい、あそこであの焼き鳥を買って食べたらめっちゃ気に入ったらしくて以来焼き鳥が大好物だそうですよ。リモンシーうまっ。このさっぱり具合、いきなりこうなんていうんですかね、爽やかさがね、ふわっときて、夏を感じました。おうわ、本当だ、ね、甘くて爽やかで美味しい。美味しいよね。はい、なんかすごい、今回のセット両極端なんで、なんかちょっと気分に合わせてチョイスできて楽しいですね。うんうん、
これシンプルなバタートーストいいですね。美味しい。美味しい。なんかこのシンプルなバタートーストと、うん、あのリモンシール、なんかこうバタートーストの小麦の感じとバターのちょっとした塩味がなんかリモンシールとすごいこう合わさって、こっちもすごくトーストと合いますね。うん。うん、早食べるの、うん。美味しか。ということで。はい。7月の定期便はガテマララ・フロレンシアノエンプルボンシュ深入りとニカラグアエル・リモンシオジャパニカ種でございます。ローストは、あ、ローストは1番です。はい、ちょっとさっぱり系としっかり系で、はい、はい、気分に合わせて楽しんでください。それでは、はい、来月の定期便動画でお会いしましょう。お会いしましょう。さようなら。さようなら。